雷神は中華民国の政治家、言論人。字は、漢。無実の罪により軍事裁判で10年の実刑判決に処せられた。青年期に日本に留学し、1917年に中華革命党に参加。1926年、京都帝国大学法学部を卒業した後、大学院に進学し憲法を専攻した。同年中国に戻った後、 1927年に母校である石膏省立第三中学校長に就任し、後に国民党政府法制局返信に任命されを清潔の部下となる。1932年には中国国民党南京党代表大会主席団、主席、1934年7月には教育部総務市長を歴任。日中戦争官は、 小解析の信任を得て国民参政会副秘書長などに任命される。1946年1月政治協商会議秘書長に就任し、各党派の意見の調整に当たる。政権国民大会開催前後には中国民主同盟に参加していた青年党と民社党の政権大会への参加協力工作に従事し、1946年11月中旬に 政権大会の代表権副秘書長に任命される。1947年に国民大会の代表に選出、同年4月に行政院政務委員に任命されるも1948年に辞職。1949年、上海において、古敵、王政決、区立部等と共に、雑誌、自由中国の総刊準備に着手し、紹介席に報告。 その賛同を得る。しかし、中国共産党の軍隊が長江を越えて進撃し、上海に迫ったため、雑誌の総刊は実現しなかった。その後、ユオンハクと協力し、上海、アモイの防衛に従事し、同時に国民党の改革事業に着手した。1949年、台湾に渡り区イリツブと、再び雑誌総刊を協議した。区入りは当時教育部部長であり、 その協力を得て自由中国社が成立11月20日には各週監視として自由中国が台北において送還された。発行人は当時アメリカにいた古敵を雷神は実際の責任者として経費、編集などを担当した。その後政治改革によりアメリカの援助を獲得する政策を打ち出した小解析により 自由派活動家の政府登用が行われ、1950年、小解析の国策顧問として昇平される。自由、中国は、初期に反共、反響、小解析支持の立場で発言を行い、小解析と密接な関係を構築していたが、1951年6月初、関東で、夏道平により、政府不可有民入り罪と題する社説が発表され、問題とされた。 当初は自由派を優遇した小解析であるが、アメリカの援助を獲得すると政府内での自由派の立場は弱まり、雷神と小解析の関係も次第に疎遠になり、1953年には国策顧問等の職を解かれる。1954年末より、自由、中国では教育を救えというキャンペーンを行い、これに不満を抱いた国民党は、 雷神の投石を剥奪した。自由中国の言論は次第に民主反共の立場に変化し、憲政下での民主化と自由人権を主張し、これに反対する紹介席への批判を強め、両者の間に緊張関係が生じた。1956年に出版された特別号では自由派活動家からの紹介席に、 対する提言が特集されると政府による言論規制が敷かれることとなった。その後も自由、中国は政府との全面論戦を挑み、委員会公が執筆した反抗大陸問題で政治的タブーであった野党問題に触れ、野党の存在こそが問題を解決するためのキーワードであると主張した。雷神は1958年よりリマニー、クレ三連。 高玉受党78人によって、中国地方自治研究会の設立を準備したが、行政当局からの許可が降りず計画は失敗した。1960年、雷神と大公の財や活動家は共同署名で、小解析が憲法に違反して、総統を三期連任することに反対。5月4日、野党決闘の必要性を主張。 野党が参加した選挙による政治バランスの構築を唱え、5月18日、被告民党活動家で選挙改革推進活動を行い、新党決闘を主張し、公正な選挙による民主的な社会の実現を要求した。同日、地方選挙改進座談会の結成が採択され、雷晋は座談会の召集委員に就任、リマミ、 公田キラと共に広報を担当した。その後7から8月の24回文句座段会を開催し、当面も中国民主党と決まった。しかし、政府情報機関はこの動きを監視、9月4日に雷神、竜子英、馬の、風忠氏は逮捕され、軍事法庭には似て共産党スパイを引徳し、反乱を扇動した罪で、懲役10年が宣告された。 当時アメリカ在住であった古敵は台湾に向かい紹介席に対し上場酌量を求めたがこの要求は受け入れられなかった。1970年9月4日、10年の服役満期により出国。1971年12月中旬、旧坊図あり根議を表し政府に対し重大改革案を提出した。その中で政治改革、 軍事改革を行い民主化を実現させ、国語をも中華台湾民主国に変更することを要求。この権利書は、翌年1月10日に、総統府、行政院に提出されたが、回答を得ることはなかった。また、後に、民進党に参加する、巨信義や蝶都志広ら、当該活動家とも親交があった。1979年に、台北にて成居。 2002年9月4日、中華民国政府は雷神の名誉回復を発表している。ありがとうございます。